はい、どうも皆さん、こんにちは、モジュ TV です。ということで、今回もワンピースソルジャークルーズやっていきたいと思います。やっていきましょう。今回は、はい、ブラックオモチャ TV のアカウントでやっていきたいと思います。で、はいはい、まあ、メニュー見てみるとね、なんかお知らせみたいなの来てたんで、ちょっと読んでみます。うん、まあ、なんか不具合ですね。大体不具合。多いからね、そうそうそう。まあ、最初はやっぱりね、しょうがないと思う。で、今回クエスト。で、最後のね、こう最後かなわかんないけど、とにかくキザルがね、うん、出てきたんで、キザルちょっと初見プレイでやっていこうかなと。その前にね、まあ、バーソロミュークマとかもいたんだけど、うん、まあ、いったんでね、ちょっと早速やってみようと思います。シーン流れないんだね。シーンは流れてないね、今のところ。流れてほしいよな。一応なんかここの、なんだっけ、こうシャボンディ諸島、うん、でチョッパーのものが結構いっぱいもらえて、あ、ちなみに編成見てみると変わってないですね、ほとんど。まあ、一応見せときます。編成は、こんな感じで、まあこのゴールドのね、このゴールドカード、ーゴールドっていうか、まあ星5のカード、うん、まあ、これが、まあ、1バードでレベルもかなり上げてます。50レベルにしてますね。はい、まあ、こんな感じで揃えてます。まあ、ルフィの方は特にって感じかな、うん、これやっていきたいと思います。じゃあこれでいきまーす。初見だからね、ちょっとどうなるかわかんない。ボルサリーノってどんぐらい強いんだろうね。キザルね。いや、俺前に立っちゃいけないと思うのよ。ビーム、あの、いや、ピョーンって来るでしょ。腹貫かれたらやばいでしょ。ピョーンって行かれたらやばいから。やばいよ、まさかりの矢が来るよ。常にちょっと背後を取って。でもなんか消えそうなんだよな。スモヤも消えたのよ。え、そうだったっけ。いや、あのね、いや、これね、そうだったっけっていうか、あれね、このゲームでってこと。あー、そうそうそう。なんかね、消えるのよ、ジャンプしたりとか。絶対しそうでしょ。スマヤ、そう。これね、もう初期からこうぶっ破してった方がいい。これぶっ破してった方がいい。真ん中いい、ね。フィーバーゲージが溜まるから。大黒神じゃないっけ、あれ。大神官ないの。あれだからね、後に出てくると思う。へぇー、そうそうそう。タッチ位置大事だけど、そう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 。ここはもう吹っ飛ばすから。ゾロいいよな、かっけー。よいしょ。ちょうどシャボンディ一振りが強いのよ、ゾロは。シャボンディの時の衣装だ。そうそう、2年前だから。うん、みんなそうだね。こっから旅立っていく感じか。あ、おお。おい、突っ込みすぎだお前。これもやって、これ結構早めにやっとかないと、なんかその間にブシブシブシ攻撃されるっていうアホみたいな。あと10体です。よいしょ、オッケーオッケーオッケー。いい感じよ。やべ、後ろから狙い撃ちされてんじゃん。おー。ああ、あかん、逃げて。狙い撃ちされてる。能力者じゃないからね、ゾロは。うん、よく当たんねえよな、ピストルとか。よし。すげえよな。オッケー。まだあるか。まだね。フィーバーゲージ溜めれるわ。あ、使った。おにぎり使いました。たまにね。たまにから切りになっちゃうから。よいしょ。まあね、おにぎりだな。女性あんま強しねえんだよな。お、フィーバーゲージ溜まった。でもまだちょっと使わないわ。クマの時にぶっ破したいから。ちょ、ルフィに変えます。ボルサリーでしょ。うん。ナミは、シーコか。これ強いな。これ強い。これ持てた。早速使った。これルーキーの気合でね、呼び寄せます。なるほどね。こっちおいでーって。おお。ワンパンだね、結構。そう、ワンパン。あ、いいね、いいね。全部入ったでしょ。うん、これいいね。とりあえず、今のところゾロが最強キャラなんで、間違えてね、タップしないように。そこだけは気をつけて。危ね。キサル強いからね。そうね、なんかね、弾で、なんか違い。ウサミのやってくるからね。青木一人出てくるのかな。よしよしよし。結構長いな。巨漢やろうじゃん。出た。巨漢も出てくる。あ、ギアサードやっちゃって。ギアサード。ちょっと待って。よいしょ、腹。腹に。ボディブローね。うん、これで1、結構硬いぞ。でも強いぞ、おい。おお、正面立って、お、横移動して。そうそうそう。あー、飛んでくる。
危ない。やばい。こっち向けよ。あべ、向いちゃった、向いちゃった。っ向いたら逃げ。え？こっち向けよみたいな。なんかえルーキーの嫌い。なんなのそれ。あれそう、技。技入れてんの？そう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 。あ、これブッパじゃない？あ、来る。あ、来るぞ。ブッパ行く、ブッパ行く。おじき。おじき来る。だるそうだね。あー、来た。ちょっと待って。あ、フィーバー。いけ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 。あー、ちょっとゾロでやりたかったんだけどな。ミスった。もうでもここでブッパしに行くしかねえ。全然効いてねえ。意外と。意外と残ってる。え？強そう。やばいやばい。アマのなんとかや剣持たれたらやばいぞ。やばいねぇ。おぉ、あ、でももう倒せる倒せる。あ、でもね、ちょっとやばいぞ、体力が。いや、大丈夫、もう一体いるか。あ、もういけんの。交代じゃい。あ、来た。ゾロ、一発やられたけど、2年前。シン危な、なんかもう光みたいな形だもん。瞬殺。ブッパ、ブッパ。あ、まあ、まあ、あ、まあ、あ、まあ、すごい。あ、なんか黒いモヤモヤがかかってる。ない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 。あ、よしよしよし、味方が結構やるから結構やるね、結構やる。あぶね、 A だわ。うわー、ちょっと悔しいな。強かった、おじき。おじき強かった、ちょっと。いやー、結構宝が結構、うん、ガンと手に入るわ。パンじゃん。おお、すごい手に入る。はいはいはい。チョパオ、チョパオがね、俺進化できるんですよ。あー、なるほど。ちょ、進化のやつもちょっと見せとこうかな、ね、ということで。いやー、キドラ強かったわ、まあ、これ普通ノーマルでこの強さだからハードやばいよ。大将やからな。うん、やもうピピピピンってもっと来るのかと思ったけど、うん、そうでもなかったね意外とね。うんほんとピピピピンみたいな感じで来るかと思ったけど、いや静かだったね。うん、でもこれはあくまでもなんかノーマルモードっていうかイージーモードみたいな感じだから。まあそうだよな。これね、進化チョパ、チョパオが。おお、こんな感じでね。なるほど。あんま変わんねえんだけど。なんか、ボイスあればいいねん。あ、まだまだ進化できる。まだ進化できるわ。あ？まだ進化できる。まだ進化できるわ。おぉ。2段階進化できましたわ。なんか、デカになったりしないの？あの人が。特にね、2年後でになるんだと思うね。あー、じゃあ、あの、帽子かぶってる系か、青いやつ。うん。で、あと、ルフィが6枚。え、ナミいるの？なんかナミはね、1枚だけコインゲットできたんだけど、あー、キャラはいないってこと。多分ね、そう、あと協力プレイを一緒にやっていけば、うん、多分手に入ると思う。なるほど。そっちがナミいるじゃん。うん。そしたら、ゾロ1個メダル持ってんじゃない？わかんないけど。持ってるかな？で、そういうことだと思う。ミッション。これでね、ちょっと虹の宝石も出たんで、ちょ初見。あ、チョッパー、チョッパーの技。一回あげましょう。知らん、お前。人のだと思って、お前。結構あれなんだぞ、お前。虹の宝石買えないんだから、今。一回でよし、一回だけ。ちょっと待って、落ち着け、落ち着け。ちょっと言いたいことあるから。ないない。これこれ、報酬でみんなで3回冒険しようみたいな。うん、これをやった方がいい。で、これ1日でリセットされちゃう、多分。あ、そう。なぜかというと、ほら、あと16時間20分みたいな書いてあるじゃん。だから、この前俺たち1回やったじゃん。じゃ1でカウントしてたから、多分ね、強化シーンカードをこれでゲットできるから、うん、絶対ゲットした方がいい、これ。で、だからまだ肉みたいなの持ってないけど、多分肉めっちゃ増えると思うんだ。感覚的には。あの上あんのかな？おじき倒した後。もうないよね、シャボンディって。おじき倒したら、もうあと逃がすだけだよね。あとクマが、クマがどこ行きたいって。旅立ちをやるだけだよね。どこ行きたいって。まあ、とりあえず1回引くか、2回ぐらい引くか。ハワイがいいです。よし、1回引きます。あんな複雑なの、あんまいいの来てほしくねえな。なんでだよ、お前。いいじゃねえか、お前。願いよ、お前。星も1個。来い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 。俺ね、あのルフィの、 あの必殺技の、なんか星5の進化で欲しい。来い来い。レトーク。ああ、レトーがまだ、あっのあれかな。ええジュイーンみたいな。え星4かな。これ星4っぽいな。おあ、でも4だ。おナミさんの必殺技や。ああ、目の前でエースを失って私はそれを知りましなかった。これでも、後だよね。うん、後だね。ちょっと、ああ、まあ、もう一回引くか。おい。うん。ね、結構引くやん。結構引いちゃっていいと思う。もう。うん。引いて、よいしょ、よいしょ。あ、これあんまり行こう。あ、あんまり行くね、これ。あ、あ、あ、もうこいつよく見るとさ、足も意外と細いんだよ。なんかもう胴体だけ、そう、体だけって感じ。
太鼓みたいなことして。まあまあまあじゃん。そうだね。ちょっとナミのやつが出たんだ。うん、ナミ欲しいから。ナミさんね。で、ナミが、なんか。ナミさんはね、あれだよね。あ、超強い。超強い。強いっていうか、サンダーテンポが、確かゾロ の, あの竜巻より強くなるのかな。そうなんかね、そんなこと攻略ウィキにね、書いてあったような気がする。あ、そう。ナミ強いなと思ってたんだよ、すごい。ナミスワン？うん。サンジとナミ一緒にした方が多分強い。これさ、2体しか入れられないの、編成で。あ、だから2体順繰り。だから要は、4体とか。2体入れ替えたいだったら他のやつ入れ替えても。あ、そうなんだ。ただ、まあ、ローとか入れ替えても、メダルあれでしたね。ちょっと少ないね、そう思うと。あ、これでもいいんじゃない？サンダーボールテンポ。これ強いんだよね、サンダーボルトテンポ。しかもレベル5やし。ね、遠くからね、攻撃できるから、なんつうの、近くからそんな打撃系は食らわないよね。そうそうそう、打撃のやつだったらすごいいいと思う、ね、遠くからで。これちょっと一応、あれにしよう。パンかと、パン食わせよう。もう、うん、パンね、結構意外と全然ゴリッゴリに手入る。こんぐらいで、ね、強化しておきます。たまにね、なんか、強化大成功みたいな。そうなの？ある。2倍か。みたいな。うん。まあ、取り組みもあるわ、それ。よし。これでね、ちょっと、装備させてみようかな。ね、もうマックスになってるもんがあるんだよね。だからもう変えちゃった方がいいんだよ、こういうのって。ああ、もう終わったから。そうそうそう。あ、波が来た時にさ、波強いの、うん、強くなってほしいじゃん。あ、そうそう、お前、27,555。領域だいぶ上がったわ。こいつに変えようかな。変えれば。うん。帽子とか何なの？帽子見る、うん。帽子これ。ちょっと休業。っていうやつ。でも、やっぱ全然、ナミの方が強い。ナミのあれの方が、あの、パワーアップのあれが全然違うよね。っていう感じで。まあいいんじゃない？今はね、そんな感じ。この戦士とか、ちょっと微妙なんだよね。このキャプテンビビもいいんだよ。ビビ、うん、ビビどこで出会うんだろう。いや、レベリーでしょ。え、まだまだやん、うん、よし、じゃあこんな感じで。そうだね、今回はね、まあキザルに、うん、まあ初見でチャレンジして、まあ、勝てましたっていう感じでした。意外とあっさり勝てた。意外とあっさり勝てた、結構。金曜のクエストとかもね、こういうのもなんか、やっといた方がいいね、本当は。まあでもハードだったらね、結構。いや、絶対無理だよ。でも俺、この前、あの初期の東の海の一番最初の、東の海のハード。うん、一番最初のね、面のやつ。あ、一番最初のやつ。一番最初のやつやったら勝ったよ。ギリ。ギリ。うん。まあでもハードはね、やっぱりそういうもんだから、取れることもね。ハードめっちゃ辛い。エキスパートとかね、いろいろあったからね。グイグイグイって、もう一発は重いから。そう、重い。沈んじゃう、本当に。なかなかさ、ヒャッて言ったもん。なかなかあれだしね、食らわないしね。そうそうそう。まあそんな感じでね、うん、まあこれからもガシガシ、ちょっとやってあげていきたいと思います。ね、なんか新しいなんかまだあんのかな、このシャボンディショット、最後。うん、なんかありそうだよ。エピローグがありますね、最後。これで。進むね、おう、キザルを退けた。これ喋ってくれるとね、そう。あのね、トリクルもね、部分部分で喋るのよ。あ、そうなんだ。そう、だから結構面白くて。でも多分つくと思うんだよね、ボイス機能が。まだね、これからだよね。でも結構操作は、なんか意外と動かすから、なんか、なんていうのかな、なんかうまさ出そうだな、みたいな感じあるよね。それはある。前に立つなってところだけ、とりあえず。お、魚人島解放したわ。魚人島か。あ、シャボンディショットハードね。まあやりませんけど。魚人野郎出てくるのが。まあ、ハードつらいよ。ハードは無理だろ。ハードの時期超強そうだよ。レベル51だもん。ちょっとね、まあでも、結構ギリギリの戦いも面白いんだけど、まあね、今はちょっと虹の宝石とかもそんなにあれだし、うん、ちょっと大切にいかないと。まあね、次はじゃあ、魚人島。次はね、ちょっと魚人島行って、なんだかね、まあ多分魚人島行ったら、あいつがいるよ。あのドラッグ野郎の、ドラッグ魚人がいるから。どうするしたな。アーロンじゃなくてなんだっけ、あいつ。おい、アーロン出すな、お前。最弱ドミの覇者だよ。いや、最弱ドミの覇者ちゃうから。あのね、あいつ誰だっけ。出てこねえ。バンダーデッケし出てこねえ。バンダーデッケ
まあとにかくなんかあのあれね、かませです。最初の2年後のみんなの進化を見るためにやったかませ、そうこれとやりますわ。まあ、ね、そう、その動画撮ろうか、次は。そう、その動画をね、次は撮ろうと思います。はい、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バーイ。